いたします。瞬間的に階段を作り上げます。まず最初に頭の中で作り上げます。それはもう一人がイエスかノーだけで答えられる質問をして、そのことの点滅を当てていこうというものです。それでは YouTube に落としてた単語を最初にいただきます。 YouTube じゃあ何か言葉をいただきます。メガネ、わかりました。メガネ、じゃあこういうのはどうだい。メガネを壊した男の子の話。メガネを壊した男の子の話。昔男の子が相撲をしました。彼はメガネをかけていて、それでえいやっと投げられた時にメガネがひしゃげてしまったのです。そしていつまでもそのメガネが治らないよとひたすら嘆いて狂ってしまったそうです。おしまい？それだけさ。普通メガネが壊れただけで狂うまで嘆くような男なんているかしら。まあメガネが壊れただけだったらそんなことはないだろうね。でもメガネが壊れたんでしょ。メガネはちょっと壊れたね。いいわ、一つ一つ当ててみせるわ。まず相撲を取ったっていうことは、男の子は結構体格のいい子だった。いや、太ってはいたが相撲は弱くて体は弱かったんだ。体が弱くて太ってたってことは、その男の子はいじめられていた。ああ、力が弱いから相撲なんてのはほとんどいじめに近かったらしいね。そんな男の子が相撲を取ったのは、もうそもそもそれは望んだ相撲ではない。そう、みんなで寄ってたかっていじめられていたんだ。だとしたら、そうね、メガネが壊れたっていうことは、あまり先生や親には言いにくいことだった。メガネが壊れたぐらいならば先生や親には言えたと思うけど。壊れたのってメガネだけじゃない。実はメガネの他にも壊れたものがあったんだ。
説はないね。いや、それはもちろんふさわしくはないかもしれないけれども、物質かと言われればそれは物質だね。男の子の体、そう、メガネが割れて目も見えなくなった。目は見えたんだよ。彼が気にしていたらはメガネがなかなか歪んじゃって合わないよってことだったんだよ。もしかしてメガネ壊れてないですか？あんまり。ほんのちょっとしかない。おかしくなったのは男の子の視力の方。視力でもないんだよな。目の位置。近い。顔全体が歪んで目の位置が変わってしまった。彼はいつまでもメガネの形が合わないよと言い続けて無理にしたそうだ。よくわかったわお父様、最初から説明してちょうだい。男の子はいじめられていました。でも露骨にいじめては先生方に子供たちは怒られてしまうので、相撲をしようよと、あくまで相撲のつもりでいじめ続け、体格が体は太っても弱いので一方的にいたぶられ続け、投げで飛ばされ続け、体が骨が折れ、顔が歪み、メガネはふきっと。でも男の子は自分の顔が変形したなんていうことは最後まで認めず、メガネが歪んで、メガネを直さなきゃと言って。
もしかしてろうそくの大きさが問題だったり。いいえ、大きさも問題ではないの。いやー、でもろうそくが引き消せなかった。種類が違う。そうの、そうね、その通りよ。え、もしかしてろうそくじゃなかったの。いいえ、ちゃんとろうそくよ。ろうってことは正しいんだ。ええ、僕の知ってるような普段見るろうそくかな。どうかしら、きっとそうだと思うわ。人間って老化するって話聞いたことあるけど、そんなんじゃないよ。怖いわね。でもそんなんじゃないわ。大きさも普通。そうね、種類が種類が違うんだよね。そうね、種類は違うわね、きっと。低温ろうそくとかじゃないよね。僕なんかそれちょっと聞いたことあるんだけど。ほら、それじゃあ色が違う。色はどうかしら。赤くないよね、僕ちょっと聞いたことない。そもそも火じゃなんか。ちょっとろうそくから離れてみましょうか。その人は誕生日だったの。あなたは誕生日何が欲しい？いや、プレゼントが欲しいよ。大人って何が欲しいと思う？食事をしたりとか。何か車とか家とか。それを全部持ってる人は何を欲しがるかしら。お金、権力、人、世界。かすってもいないんだ。そうね。消せなかった。消せないろうそく。火がつきっぱなしだから消せない。いや、そうね、つきっぱなしの火。ろうそく、ろうでできて、消した人は大人。そうね、大人よ。それが誰かが重要。そうね、重要。でももしかしたら誰にでも訪れることかもしれないわ。重要なのはその人が誕生日だったということね。亡くなったわけじゃない。そうね、その人は生きている。生きている。でも他の人は生きていなかった。いいえ、だってろうそくは消えていないんです。きっとついているろうそく、この世のろうそく。いいえ、ろうそくの幽霊。子供にはまだ早いかしら。死後の世界。死後の世界というよりはこの世とあの世の間にあるのかもしれないね。それは人玉のような、あるいは地獄にあるような。そういうろうそくです。それを彼は見ちゃった。見ちゃったというよりは見えるように
になっちゃう。それはもしかして寿命を表したの？その通り。吹いても消えなかった。話はこれでおしまい？そうよ。じゃあ最初から説明してよ。とある男の人がいました。その男の人がお金も手に入れ、欲しいものも手に入れ、好きな女性と結婚し、子供もいてとても幸せな毎日を過ごしていました。ただどうしても憎い相手がいました。誕生日、彼は祈りました。もう僕に欲しいものは何もない。ただあいつを殺すことができたら、その願いが叶って、彼は死神に死後の死と狭間の世界に連れて行ってもらう。そして死神は彼に憎い相手のろうそくを教えました。彼はそれを一息に吹き消しましたが、寿命がまだ閉じていないその男のろうそくはいくら吹いても消すことができませんでした。でも当然彼は帰ってこられなかった。手頃な安いおもちゃを願いなさい。そうだね、そうするよ。いい？人を呪わば穴二つよ。自分のろうそくじゃなかった。これでおしまい。おしまい。それは違うよ。え？どういうこと？当ててごらん。それをただ即興でやるもんじゃないんですよね、これはね。そうです。あらかじめしっかりと練られたストーリーをひたすら質問で推理していくというものを即興でやってるっていうことですね。そうそう、ちょっと頭のおかしいチャレンジを。そうですね、普通しませんね。だって単語聞いてから、単語聞いてからここ戻ってくるまでの間に話作る。私ここでちょっと足踏みしました。翔さん考える時間だいぶあるんですよね。ね、そう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 、私に比べて、ね、はい、本当そうですけどね。ちょっと振り返りましょうか、ね、振り返りましょう。メガネ、メガネの話ですね、はい、あれはね、でもね、あ、正直言うと、まあ、そうそう早くに浮かんで、あ、そうなんですか。プロットをもうちょっと固めようかなっていうので、ちょっと、うん、まあ、足踏みしてる。逆転の発想ですよね。メガネが歪んだんじゃなく、うん、顔が歪んでいたっていうのがどっかで分かるようにっていう。
はい、ただ早々にね、はい、当たっちゃうかなと思って、うん、あの少しわざとね、あの喋らないでいた部分がちょっとねあるんですけど、そうそうそう、ちょっと遠回りできたから、まあ、よかったかなと思いますけどね、うん、はい、そうですね、やばなネタバレをしますと、うん、そういうことを考えてやってました、うん、はい、ただね、メガネはちょっとしか壊れてなかったって序盤にちょろって言ったのはね、うん、はい、あとあと聞いてきましたね、聞いてきましたね、ああちょっと映ってたなみたいなのありましたね、あ、それ覚えておいてもらってよかったですね、はい、でも心が壊れたからいや違うんだっていう、ね、うん、そういうあたりのこう鍵付きですね、でもお客さんの方が先に分かっちゃうとこれもまた難しいですね。そうなんですよね。だからそのお客さんは分からないけどミクミは分からなくちゃいけないみたいなね。うん、僕らだから通じるみたいなのが、まあ、あればいいんだね、あの、うん。そういう練習をずっとしてきたんですけどね。そうね、これ一回舞台でやってますからね。そうなんです。あの、即興の階段っていうプラットフォームの公演の中の一演目としてやってるんですけれどもね。はい、もう稽古中からね本番までひっくりそうになりました。ね、翔さんなんて稽古で足骨折したんですよ。骨折前お参り行ったその日にね。骨折しちゃったんですよね。やっぱね、怖いですね、階段ってそういうところがね。はい。次の話題いきましょうか。ミクミン。はい。ろうそく。ろうそくの方ね。ろうそくね、ケーキの上のろうそくと思いきや地獄のろうそくってしたかったんだけど、ちょっとファンタジックだったから無理だったなって。そうですね。なかなか難しい。ごめんなさい。ただこれあの死神っていうねお話、うん、そうそうそう、あの落語にあって元ネタはね、あのヨーロッパの。物語なんですけども、その辺のことがねちょっと思い浮かべれば、あ、そういうろうそくか寿命のろうそくかってのは思わなくもないはずなんですね、ちょっとね、いろいろ言ってみてから考える節があるので、インプロバイザーなのでね、あのそう、寿命のろうそくにしいよっていうのだけ考えて言っちゃったもんだから、あの誕生日の人誰やねんっていうのをね自分の中で作りながら答えてて、それが自分じゃないかな、死神自身が、うん、誕生日の自分へのご褒美的に継承みたいなのでもよかったんだけどね、あ、その方が分かりやすかったかもしれないですね、その誕生日に願ったら死神に連れてってもらえたってどういうことっていうセルフツッコミを入れながらやったので解きづらかったと思います。ここね、あの後からいくらでも物語は面白くできるから、はい、これね、あのダメ出しはできるんだけども、うん、時間内で考えなくちゃいけないって制限があるからね、あの必ずしもここからここへの徒歩の中でね、相当苦労してて、はい、でも、でも2人いたらできるので、ぜひぜひそうです ね、これルールとしては最初に決めた物語を一応変えちゃいけないっていう、ね、ミスリードをしてしまうので、そういった意味では、うん、あのインプロではないんです、即興だけどね、そうですね、ね、ただ僕ね、裏ルールがあって自分の中で、ね、これ本番の時やってですね、ミクミには伝えないでいたんですけども、答える順番は、ノー、イエス、ノー、イエスの順番で答えるっていうね、最初の4問だけ、うん、っていうことを自分にちょっと課しましたね、まあ、その結果でできたやつをセグセグつけてみたいな、その間に問題をさらにね、作り直すっていうことやってそこまでわざと貸した上にですね、来たお客さんの名前も入れるとかね、いろんなことをね、あの実は人がにやってたんですね、はい、ちょこっとそんなことをね仕掛けておりました、はい、はい、なんかよろしいですかね、時間的にもあれですか、感想とかいいですか、そうです ね、こんな感じで、はい、こんな感じで、はい、こんな風に、こんななっちゃったんですよ、しかしこれね、はい、本当にショーの階段インプロみたいな文字ですけどね、もう受けちゃいますねこれちょっと面白い感じになってますけど、はい、ありがたいことですね、はい、あ、ちなみに私ね、あのツイキャスでね、あの毎週金曜日にですね、即興の会談を実は放送してですね、はい、うん、そんなこともちょっと宣伝しております、はい、あ、それはどこで聞けるんですか、それはですね、ツイキャスで、はい、あの会談大喜利でちょっと検索してみて、はい、ツイッターをですね、はい、そこでね配信しますみたいなのがツイートされるので、一度2人で組んでやったこともありました、はいはい、じゃあこんな感じによろしいでしょうかね、なりましたかね、はい、あの方々もとしておりますけども、はい、受けてきましたが、今後は元気な絵もご参ってくれますので、はい、じゃあ次の方にバトンタッチお返ししたいと思います、はい、ごきげんよう。